映画になった韓国版の白夜行で、テレビドラマになった12話で完結してた、日本版のテレビドラマで、あと舞台にもなってるんですね。演劇で行われている白夜行がある。だけど それら3つは、それぞれの監督さんの、ディレクターの見地で基づいて映画を作品を作ってると思うんですけど、僕は僕の見地で、作品 を作ることでそれらと勝負したかった。小説も原作にある小説も、韓国版の映画も、トリックというかその、2人を何ていうかロジックで表現している作品だと僕は思うんですね。そこには、人間がの奥底まで描かれてないと僕は思っていて、だけどその僕はそのロジックで作られた小説、ロジックを大事にした小説を僕は人間の愛情を、そこに入れたかった、ゲームのそのなんていうかちょっとオーバーに言ったらその、小説はゲームのように無機質な世界を描かれてるんですけど、僕はそこに人間的なその要素を持ち込みたかった。3人とも日本ではとても有名な俳優さんなんですけど、まずユキホという人物の、を表現するのに、堀北真希を起用した理由ですけど、日本では1日テレビをつけてると彼女が出てない日はないぐらいとてもポピュラーな人なんです。で彼女のそのいつも見ている彼女の笑顔っていうようなものが僕はどこか少し本当の笑顔じゃないような感覚を覚えている時があって、その本当の笑顔じゃない感覚っていうのが今回は、ユキホにはとても向いてるんじゃないかなと思ったことがある。高良健吾というその涼次君を演じた彼を選んだ理由は、とても強い目を持っている。その強い目が、僕は彼と若い頃から会ったことがあるんですけど、その頃からそのどこか大人を許さないというか、大人を常にその子供の目線で見ている、子供の感覚で見ている。あと船越さん笹垣なんですけど、日本ではとてもなんていうか、とてもたくさん刑事役をやってるんですね。でどの役をやる、その刑事役をやるときも常に優秀な刑事を演じるんです。だけど今回はその2人に迫っていく、人と、笹垣というふうな僕が作りたかったものは刑事としてはすごく優秀じゃないかもしれないけれど、どこか、何か、集団でとても抜きんでる人間ではないかもしれないけど、立ち止まってものを考えることができるような男性、ノロマとか、グズと言われるようなことがあるかもしれないけど、でも彼にしか感じれないそのアンテナを持っている短い、センテンスの、物語が、この映画には4人の主人公がいる、短いストーリーの主人公、1人は一番最初は30分、最初の30分の主人公は刑事さんで、その、次の30分の主人公は、エリコというその、ユキホさんというふうなの人の親友の女の子で、その次がリョウジ君というふうな人と関係する女性で、その次が、ユキホさんと結婚してしまう、男性
でその最後にまたそんなこうあの刑事さんが出てきて物語をつなげるんですけど、その一番大切にしたものはその中で、短いセンテンス の主人公の影に必ずその本来の主人公を、忍ばせていく。